ボクシングの定見ジムは3日、東京都内のホテルで会見を開き、延期となっていた WBA 世界ミドル級スーパー王者、村田亮太、36イコール定見、と IBF 世界同級王者ゲンナジー・ゴロフキン、39イコールカザフスタン、と王座統一戦を4月9日に埼玉スーパーアリーナで開催すると発表した。定見ジムの本田明彦会長によると、2月末の新たな日程を組むことも検討したが、外国人の入国制限が緩和される見通しが立たなかったために断念。4月開催に向けて交渉を進めていた。3月1日から入国制限が緩和されたことでゴロフキン陣営の来日に目処が立ったことから、この日の発表となった。また、同日にダブル世界戦として WBO 世界フライ級王者、中谷ウルト、24イコール MT、と同級2位、山内亮太、27イコール角エビ宝石、と対戦することも発表された。中谷の2度目の防衛戦で、当初はクリスチャン・ゴンサレス、22イコールメキシコ、と対戦予定だったが、日本人対決に変更となった。アンダーカードでは東洋太平洋 &WBO アジアパシフィックライト級王者、吉野修一郎、30イコール美佐子、と元 WBO 世界スーパーフェザー級王者、伊藤正幸、31イコール横浜光、がアジア2冠をかけて激突する。